ける気がしないね。こいつはゴッツァの戦車が開けた穴だね。どうだね、王様。なんか言うことはねえか。どいつもこいつも戦争をやりたくてしょうがねえんだ。世の中間抜けばっかりさね。聖堂、いじめちゃかわいそうだよ。王様はカゴの中で育ったようなものだからね。ああ、悪いね、王様。これも性分でね。何しろ俺は権力持ってるやつを見ると胸焼けするもんでさ。こいつにはもう何の力もないよ。どうだか。本当によしなよ。こいつだって私らと同じ敵を追ってんだ。敵？ガンガラか。
から。
全てはウーラと民のため。
年寄りにはきついぜ。明日への糧としよう。
動力が漏れてるね。魔導力の貯蔵タンクだ。おお、どえらい技術を持ってるんだな。何を企んでるんだ。できてるんだろうね。you
きついぜ。ウーラと民のため、
年寄りにはきついぜ。
俺の船だ。これが？ああ、ノーチラス。俺の相棒さ。こんなとこに閉じ込められてたのか。いい船だね。わかるよ。あんたの船って感じがするよ。ああ、やっぱりこいつとは離れられねえ運命らしい。こいつがいれば、ここから脱出できる。よし、トルタン、行くよ。ありがたよ、スクラップにしないでくれて。ああ、もちろん。めちゃくちゃにしやがった化け物じゃねえか。おい、そこどきやがれ。相棒との感動の出会いを邪魔すんじゃねえ。力ずくでどかすしかないね。こんな戦いは学んでいない。ビビるんじゃないよ、王様。いつだって何か手はあるものさ。まあまあ、あれが使えそうだぜ。あの動力部分に魔動力をぶちかまして起動させるんだ。それでな。エド、昔から言ってるよね。ゴタク並べる前に動けって。さっさとやるよ。
ママ。腕はなまってねえだろ。行くよ。あらい、あらい、急ぎ。わかった、行こう。二人とも適当に座ってくんな。よし。はい。待て。触るんじゃねえ。あのこの動いてるの何かなと。あ？すっさんできるの？来やがった。どうした、ビビりすぎて声も出ないかい。戦いはたしなみとして習っては来ているが、本物の怪物に遭遇するのは初めてなので。実戦と訓練じゃ違うって言いてえのか。そんなもん当たり前だ。怖くないのか、あなた方は。俺は燃えるね。行くぜ。
回りですよ。いや、出口だ。どうやって？飛ぶのさ。飛ぶ？捕まってな。燃えたね。面白かったかい、王様。いや、私はもう王ではない。ただの男だ。それゆえになりたいものを見つけた。なりたいもの？一人前の男だ。どんな危険でもあなた方のように笑い飛ばせるくらいになりたいのだ。うん、そりゃちょいとばかし物足りねえな、王様よ。一人前の男なんざ誰でも目指すもんだ。本気の男になりてえならオスになれ。オス？そりゃちょっと敷居高いよ、瀬戸。オス？